はい、どうもこんにちは、ガロンです。8月のシンデレラナインやっていきましょうということで、今日はですね、はい、楽しみにしていたね、前から楽しみにしていたガチャがね、来ておる、おります。はい、で、まあどれかというとこれです。はい、文化祭スカウトですね、色とりどりの、文化祭限定スカウトということでね、まあこれただの復刻なんですけど、まあ復刻ですし、まあピックアップのこれらね、前から来ているまあキャラなんですけども、僕が欲しいのはこっちですいや、まあ本庄さんね、まあ絵もね、これ文化祭のこのまあ不思議の国のアリスの、まあね、コスプレを格好した本庄さんが写っているという感じでね、でまあね、中継ぎのね、月属性を中継ぎとしてね、まあ使うことができるよというような感じ。はい、でまあね、僕がね、そういう能力とかじゃなくて、こっちのデレストの効果がね、ちょっとね、魅力的だなということで、まあね、エネルギーゼリーをね、まあ初期から持ってて、星さんの練習メニューをね、まあ持っているというような感じで、まあデレスト最強クラスの、一つですね。はい、まあエネルギーゼリーをね、初期から持っているキャラっていうのは、まあほとんど限定スカウトなので、こういう時にね、狙っていかないとね、まあ手に入らないんですよね。まあたまにね、そのこういう限定キャラだけをね、排出されるそのスカウトみたいなのを来たりするんですけど、まあピックアップがクソほどいるんですよねそれだもんで、こういうピックアップがね、まあ少ない時の、もう時に狙っていかないと、まあきついかなというような感じで。あと、本庄さん、僕ね、まあ、動画見てくれてる方は知っての通り、僕好きなので、はい。まあ2番目に好きなキャラクターなんで、1番目がしのくもちゃんで、はい。でね、シーンカードとしてもめちゃくちゃ可愛いんで、もう、欲しいんですよね。まあ、デレストとしても使えるし、月属性の中継ぎ、僕ね、エレナ、イベントさんのエレナとか使ってた気がするんですよ。これだもんで、こちらも、そういう試合で使うという意味でも、全然欲しいですし、はい。もうね、欲しいです。もう全然前から持ってないんだよこれ。はい、でこれはね、まあ使えるんですけど、まあ固有がね、そのノーリスクで究極上昇が入るんで、ステータスアップがするんで、まあ強いんですけど、いらんですいらないですいやー、はい、ではね、石はね、もう最初のね、初回30個で、2回目40個で、あとは通常の50個ということで、で470個でね、100連できるというような感じなんですよね。はい、で一応スカウトチケットがね、10連でね、1枚ついてきて、で10枚集めると SSR 選手、こっちの体育祭のキャラとのピックアップと、こちらのピックアップが対象なので、まあ、全部で4体もピックアップいるんですよね。これだもんで、まあ、スカウトチケットはあんまり期待できないんで、なるべくね、その道中で狙っていきたいなというような感じでね、はい、引いていきましょう。ではね、本庄さん、マジで頼みます。はい、僕ね、前から持ってないんだよ、本当に。さっきも言ったように、はい、夕方スタートですね。はい、本庄さん持ってないんでね、もうね、あとね、最近ね、ピックアップ引くのに100連以上かかってるんですよね。はい。で、最後引いたのが草刈レナさんの、がっつり引いたのが草刈レナさんかな。あれも110連なんで、はい。はい。で、本庄さんの、シルエット来よう。はい、これは、あれですね。月島ちゃんですね。はい。で、小麦ちゃん。来ないな。本庄さん来てくれないかな。なんか、花山ちゃん当たりそうなんですよね。なんか、そんな気しかしない。いつもそうやってね、違う、じゃない方のピックアップが出る。はい、花山ちゃん。これは違うね。はい。出なくていいよ。うん。これラストかな。はい。はい、10連目は、まあ、何も出ずというような感じでね。はい。まあね、どんどん行きましょう。はい。20連目です。さあ、本庄さん来ておくれ。これなんか来ない気がするなぁ。なんかもう100連引いてもね、100連からがスタートみたいなとこあるからね、僕のアカウント。はい。なかなか出てくんないんですよね。はい。あ、これは持ってないですね。はい。あ、これピックアップに入ってるやつ、持ってないやつですね。かっこいい。はい。で、岩木ちゃん。で、2で3ですね。はい。翼ちゃん。はい。で、4。で、あと、もっち。は
はい、で5、中野ちゃん、おーい、すり抜け来ちゃったね。はい、これ何、あーこれかこれはまあ無凸なんで一凸ですね、これ。はい、でトモッチ、いやーすり抜け食らうか、そこは本庄さんでいいんだよな。はい、まあ脳演出からの SSR か。はい、せめてすり抜けるのはこの人にしてもらいたいんだよはい、で椎名ちゃんで終わり。まあ SSR ね、あの弾けましたけどちょっとね違うんだよいやーこれが僕ですね。はい、で30連目いきましょう。はい、30連目、演出はないですね、相変わらず。はい、演出はなし。で本庄さん、お、夕方で終わりですね。夜演出が来ないな。はい、30連目どうか。はい、まあ夕方止まりだったら SR 以上は道中、まあ確定なのかなっていう感じはしますけど、まあそもそもね、そのお、本庄さん、さあどうだ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 、あーダメだまあそうっすよね。はい、なんかね、やばいガチャだよな闇ガチャなんだよなもうはい、で近藤ちゃんで塚原ちゃん、はい、これで一凸ですね。はい、まあ本庄さんはフェイントでしたね。はい、で40連目かな、40連目なのかな、いやー50連目わかんないはい、でどうでしょう。はい、夕方で終わりですね。夕方止まり、夕方寸止めが多いな。いやーこんなねガチャでハマりたくはないんだけどね。はい、まあ使える、まあ限定使うとだし使えるからね、どちらも。まあまあデレストしかり、まあ試合で使うにしろも。はい、で出ないっすね、ヒイラギちゃん。シルエットは本庄さん1回きりですね、さっきの。はい、で鈴若ちゃんで新田ちゃんで、はい、で坂上ちゃんで終わり。はい、で5、10、15、20、25、30、残り60連なんで、これで50連目ですね。はい、これで50連目いきましょう。はい、何も出ずでしたけど。はい、で夕方寸止めが多いさあ夕方寸止めからの、さあどうだ、来ない、さあ来ないですね。さあ半分終わりましたよこれでで花山ちゃん、あーこっちか、やっぱりこっちか、こっちか、いやーピックアップ引けたけどこっちじゃないんだよなやっぱ僕ってこうなっちゃうんすよね。いやでもありがとうございます。おお、 SSR2 枚、葵ちゃん何これ、あーこれ持ってないっすね、あこれ地味に嬉しいっすねはい、持ってないのが続く。さあ本庄さんもこの流れで来てくれればいいんですけどね。いやーきついなー今のはで演出は何もなかったんだよね、夕方演出だっけ。はい、いやーそっち来ちゃうかやっぱ来たな、やっぱ来ると思ったんだよな、そんな気したんだよな、じゃない方狙ってない方、これが物欲センサーっすよもうはい、まあ持ってないキャラが来たということでね、2体でピックアップ1枚引けたんで、引きとしてはね、まあ十分なんですけど、じゃないそっちじゃない、60連目、はい、行きましょう。あーもう、お、夜、お、夜、夜、夜、オッケー、オッケー、本庄さん来よう。本庄さんもう来よう。これでもうワンツーフィニッシュでいいよ。もうなんだっけ、花山ちゃんと、本庄さんのワンツーフィニッシュ。さあ、来てくれ。はい。もう、いいよ。はい、はい、はい。で、あかねちゃん。あ、これ違うね。はい。なんかね、光り方でわかるね。もう。はい、違うね。はい。で、本庄さん、オッケー、オッケー、オッケー、さあ、来よう。オッケー、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 来たー、来たー、よし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 、いやーちょっと花山ちゃん出た時にはもうこれダメかなーって、これも絶対ダメだなーって思ったんですけど、いやー来てくれた。確定演出でもう夜でちゃんと来て、んで本庄さんもちゃんと引き当てると、最高の演出も引きもね、最高の形で終わりましたね。はい、本庄さんめっちゃくちゃ可愛い、ちょっとスクショ失礼しますはい、
いやこの新カードね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。まあ可愛いし、まあ先ほど冒頭でも言った通り、性能としても使える、あの月属性中継ぎ抑えてね、あんまいないんでね、はい、使うことができると。それでまあデレストもね、まあ使えるんで、もうめちゃくちゃ使える、むしろデレストが使えるんで狙ったっていう、はい、でいいでしょう。はい、ありがとうございます。はい、もうあとはもういいです。で本庄さん出たらもうそれで終わりなんで。おー、ひらぎちゃんいや、オッケー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 。はい、何これ、何これ。あー、持ってないですね。ありがとうございます。持ってないです。はい、先ほどの葵ちゃんといい、持ってないキャラがね来てくれるという感じで、はい、いやー、ありがたい。おう、委員長で、委員長これ持ってないですよね。あ、持ってたのかおはははは、花山ちゃん一突っすか。はい、花山ちゃん一突っすね。この引き何なんだよ。60連目の引きが神がかってるね、これ。はい。で、文化祭と。はい。ね、60連目すごいですね。SSR3 枚のうちの、ピックアップがね、2枚引けたという感じでね、すごいですね。ちょっと引き、スクショまた失礼します。いやー、ありがとうございます。はい。で、本庄さんね、もう一回ちょっと見ましょうか。はい。でね、固有スキルがね、デバフなんですよね、これ。まあ、イニングが3回までということで、まあ、これでいずれなんかひまわり来そうですよね。うん。そうすると回数制限がなくなって、まあ、デバフ効果のね、振り幅がさらに上がるような気にはなりそうですけど、はい。デレストなんですよ、僕がね、デレストが使えるし、持ってないから欲しいっていうのと、しかもあと本庄さんっていうことで、まあ、それでね、欲しいっていう。UR はね、その絆の結晶5区がね、必要になるんですよね、大量に。これだもんでね、そういうね、難しいハード版デレストもそのクリアしていきたいということで、まあ本庄さんを、まあ、狙ったような感じですね、今回ね。はい。で、あとね、クリスマスの葵ちゃんが確か、花属性のゼリー持ってるんで、まああとそれクリスマスに狙います。はい、葵ちゃんね、はい、狙いますんで、まあそちらもねこんな感じで出てくれればいいなという感じで、はい。で、あとピョンタ焼きのねトモッチがね未だに出てこないもんで、まあそれねドラフトコインかなんかでね、出ましたらまあ交換しようかなって思っております。はい。まあね、UR の育成がのためにまあね、デレストで、ハード版デレストクリアできるようなね、カードが欲しいんでね。まあ、今後もね、そういうカードが出ればね、狙っていきますんで、はい、また引いていきたいと思います。はい、それではね、最後、本庄さんの画面でお別れしましょう。それでは、今日は、文化祭スカウト、引いてみたでした。バイバイ。よし！